はい、こんにちは、僕です。ゼノギアス続きをやっていきましょう。タムズも引き続き、散策していくんですけれども、あれ、このね、乗り方がよくわかんないんだよな、未だに。とりあえずじゃあネジレベーターで下から確認していきますか。地下2階ドック あれドックは行ったんだっけ。まだ行ってないんでしたっけ。あ、いや、前回行ったのは搬入口でしたよね。あ、これがドックなんだ。何もないかな。何もないですね。じゃあ物資搬入口と甲板は OK で、次は医務室ですね。ああ、医務室だな。あ、医者？なんじゃ、怪我でもしたのか？いいえ。なんじゃったら、ここに用はないじゃろ。行った行った。まったく、酔っ払いと冷やかししか客は来んのかい。そうか。じゃったら、つばつけてそこで寝とけ。あ、ここで眠れるんだ。つばつけてって寝ておけば治る。そういうもんなのか。じゃあ、二度と来るなよ。意外と広いんだな。風が私を呼んでるわ。はあ。何言ってるの？あれ、こっちの人は？ああ、酔いつぶれた時は、ここのベッドに限ら。酔っ払いばっかりだね、本当に。このタムズ。この子はなんか意味深なこと言ってるけど、特に何も意味ないんだろうな。医務室はそんなところ？あ、いや、なんか出口が2つあるんだよな。ん？ここはなんだ？俺は酔ってなんかいねえぞ。おい、この酔っ払いのおっさん、なんとかしてくれよ。レメ、俺にの腹ひり、リヒレンノラ。俺っちの話聞いてんのかって言ってるのか。あ、やるか？はい。後悔するなよ。二人目のカウトバトラー見つけました。やっていきましょうか。全員倒したいな。よーい。スタート。何からいけるかな。危ない、危ない。出せないな。何か、お前出せるもんないのか。何も出せないですね。よーいかな、これは。あ、違う違う、これか。これが出せるんだ。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、いいぞ、いいぞ。こうして、これ勝てるんじゃないか、もしかして。あれ、これいつの間にかそんなピンチになってんの？あ、負けじゃん、これ。確定じゃん。あー、ぐっそ、勝てない。強いな。いや、いい感じだと思ってたのにな。まだ終われない。ふんけ、相手になんねえな。悔しいな。強いな。これ結構難しいな、スピード。スピードですよね、このゲームね。あー、くっそ。強くない？全然勝てないんだけど。くそ、意地でも勝ちたいぞ。景品がもらえるっていうことが分かったからね。ちょっと待って、なんでそんな早いの？出せなくね？出せる？あ、これも自分、いや、その判断力の遅さだよな。とにかく A ボタンを連打しながら、移動していく。クソ、6取られた。何？強っ。こいつ勝てる気しないんだけど。多分、フェイでやっても、エリーでやっても、そこは変わらないんですよね、おそらくね。くっそ、銃取られた。ナイス。くっそ、マジか。こうね。オッケー。速攻で返されたんだけど、くっそ、かっつけ。
ちだな。どうよ、いけてるんじゃないか。これは出せるのなくない？あ、これか。ちょっと休憩してたんだ。いや、出せるのないでしょ。せーの、いける、いける、よっしゃ、勝った。もう終わりか。煽るな。いや、勝てましたね。二人目も勝てましたよ。あのね、甲板広場にいた姉子も多分戦えるんだと思うんだけど、まだね、戦えないみたいですね。え、なかなかやるじゃねえか。プレミアシューズを手に入れた？何それ？回避プラス5か。そんなにプレミアじゃないな。いや、わかんない。どうかな。最近の若い奴らの飲みっぷりも甘っちょろくなったもんだ。わしはマスター。渋いマスター。タムズのマスター。くぅ、この一杯のために死んでもいいやね。おめえ一体何回死ぬつもりでい？ちげえねえや。違うよ。お酒飲もうとしてたんじゃないよ。え、なに？そっからお酒が出てくるの？蛇口をひねるとお酒が出てくるのかな？やっぱ仕事の後は酒に限ら。おいおい、おめえの仕事してるとこなんざ見たことねえぞ。お、まあ細かいことは気にするない。細かくないからね。俺、生まれてから陸に上がったことねえんだ。考えてみろよ。足に土がつくんだぞ。そんな真似できるか？へえ、男ってバカよね。あんなまずいもので幸せになれるんだから。達観してるな。そこの上になんか男の子がいるんだな。あ、こっから行くのね。あ、お兄ちゃん、飲みすぎに効くいい薬にあげるよ。ガイストソウルを手に入れた。え、飲んでない？まあ気にすんなって。あれ、待って、セーブポイントがこんなところにあるんですね。で、扉が2つあるんだけど、これそれぞれどこに繋がってるんだ？あれ、これネジレベーターだな。おかしいな。あ、今いたのはビアホールか。じゃあここが3階で、こっちは？あ、待って、ここブリッジだな。ちょっとブリッジまで来ちゃいましたね。あの、ネジレベーターに乗らなくても、あの、それぞれの部屋が繋がっているんですね。徐々に上に行けるようになってるんだ。ちょっと一つ確認したいことがあって。あ、この物資搬入口には4つも宝箱がある。あれ、全部取ったんだけど、何も褒めてくれないんだ。何かセリフ変わるかもって思ったけど、変わりないですね。よし、じゃあ、ブリッジまで行きましょうか。あ、この右の人が多分ね、船長ですね。そこの、電線管からタムズの他の場所と会話ができるぜ。あ、これか。僕は昔、高い塔を見たことがあるのね。それはバベルタワーって呼ばれてるのね。目のいい僕でも、てっぺんが見えないぐらい高い塔なのね。そこからは、ウェルスって呼ばれてる。資料が降ってくるって噂なのね。あー、塔から悪霊が降ってくる。これ？こちらタワーてっぺん、見渡す限りの空、海、至って会長に航行中。あ、それしかないのか。そうだ、自己紹介をしていませんでしたね。私はハンス、この船の副長です。あ、副長だったんだ。この席は30年間、わしが守り抜いてきた。まだまだ若いもんには負けまい。30年間。おめえらは、ギアと一緒に漂流してた水郷門どもだな。別に好きで漂流してたわけじゃ。がははは、まあそう気を悪くするもんじゃねえ。海からの物資引き上げを生業とする俺たちには、海から得られたものは全てお宝さ。そう、お前らも大事な大事なお宝さ。丁重に扱わねえとな。あの、助けていただいて感謝しています。おお、綺麗な姉ちゃんだな。そんな心配な顔すんない。別に釣ったもんだから焼いてくんおってわけじゃねえや。おめえらのギアもピッカピカにして返してやろう。
どうしてそんなに親切にしてくださるんですか？それはな、俺が海の男だからだ。てんてんてん。ガッハッハッハ。そうだ、腹減ってんだろ。たらふく食わしてやら。ハンス、俺は客人をもてなすぞ。あとは任せた。了解しました、館長。あまり度を越されぬように。わかってら、しかし、どうしておめえだけそんなに冷めてるかね。館長や他のみんながいい加減すぎるんですよ。へ、わかったよ。冷めてるんだ。先に行って準備させてくら。ご飯を食べさせてくれるのか。なんだあいつは。悪い人ではなさそうだけど。なんか、バルトと似た雰囲気がありますよね。どこにいるんだ？あ、ここにいた。遅かったじゃねえか。でも、まだ完全に準備できてねえけどもよ。おい、まだかよ。お客人を待たせるんじゃねえぞ。悪いな、こんなところでよ。座るところもあまりねえ。だがよ、ここからの眺めは最高だろ。タムズ自慢のビアホールさ。ブリッジからすぐビアホール。ブリッジからすぐビアホールなんざ、ふざけた作りだと思うかもしれねえが、俺はこれでいいと思ってんのさ。酒もうまく飲めねえ人生なんざ、波に飲まれて消えちまえってね。まあ、ここのおかげで飲んだくれだらけだがな。いつもこんな風に海を回遊しているのか。ああ、普段はな。お前らを釣り上げたクレーンがあるだろ。あれやギアを使って、海からお宝を引き上げるのさ。サルベージって俺たちは呼んでる。だが最近は、とんとお宝も減ってきてな。まあ、それもこれまでよ。大仕事が入ったのさ。まあ、依頼された仕事だがな。大仕事？ああ、教会からの仕事でな。今度教会が大サルベージ計画を起こすのさ。詳しくは俺も知らねえがな。なんでもすげえお宝が眠っているらしいぜ。教会がなぜそんなことまで？さあな。しかし教会には日頃から商売相手としても世話になってるからな。まあそうじゃなくてもこんな話断るなんざサルベージャーの風上にも置けねえってもんだ。待って、その窓のさ、左下か。なんかさっきからチラチラ見えてる気がするんだけど、なんかうまく目で捉えられないんだよな。何があるんだ？なんか青いのがね、チラチラ見え隠れしてる気がするんだよな。ようやく準備もできたようだぜ。飯だ、飯。なんかすごいいい人だよね。タムズ館長。あれ？官営補足。捜索対象ではないわね。この方は、アベの海賊組織のユグドラシルとか勇敢と一致するわ。急に新キャラ出てきましたね。あ、ドミニアだ。ユグドラシル。さっきの戦闘で沈めたはずではなかったのか。この機体に二人乗ってるのか。撃沈の記録はされていないわ。こちらも例の赤いギアの攻撃で壊滅状態だったんだから。ということは沈まなかった可能性もあるわけか。データによれば、確かユグドラシルはあのギアの母艦だったな。ちょっと待って。その通りよ。ならばちょうどいい。コントロールをこちらに回してくれ。ちょうどいいって、どうする気？無論沈める。二度も閣下の手を煩わせることはない。待ってよ。閣下からの指令は、消えた空中戦艦の捜索でしょ。任務外のことを容認するわけにはいかないわ。あれだね。なんだっけ。ゴリアテだ。ゴリアテを探しに来た、エレメンツの二人ですよね。それにそろそろどこかで補給しないと燃料も少ないんだし。これだけあれば十分、やってみせるぞ。もう一度言い出したら効かないんだから。それと、水の中は陸の上のように簡単にはいかないの、わかっているわね。当然だ。すまんな、ケルビナ。ドミニアとケルビナ。なんかうねうねしながら動いてますね。これが敗者だっけ？
確か敗者までケルビナがドミニアを拾いましたみたいな話がありましたよね。いくら食べてなかったからってよくそんなに次から次へとお腹に入るわね。ガッハ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 ッ、いいじゃねえかいいじゃねえか、気に入ったぜその食いっぷり。伊達に漂流はしてねえな。そう、男は度胸とクイーン意地だ。リアクションがないんだよね。ガッハッハッハッ。ん？今揺れなかった？気のせいだろ。何の揺れ？やっぱり。艦長、副長がお呼びですぜ。おう、わかった。今行く。何の揺れですかね。どうやら何かあったみてえだ。すまねえが俺は、あ、ブリッジか。すまねえが俺はブリッジに戻ることにすら。ま、おめえらはゆっくりしてってくれや。ブリッジって書いて、日本語でなんて読むんだろう。艦橋？環境？そんな感じかな。なあ、エリー、水柱か、あれ。私には遠くてよく見えないけど、でもだとすると戦闘？そんなに視力がいいわけじゃないのかな、エリー。俺たちもブリッジに行ってみるか。ええ。行ってみるか。まあ、とりあえずね、セーブをしておきましょうか。あ、で待って、ブリッジに行く前に、もう一つ確認しておきたいことがあるな。どこだっけな。あ、この人か。どうかな、勝負できるかな。あら、あんたなかなかやるようだね。勝負してみる。ふん、後悔するよ。前はね、戦いを挑めなかったんだよな。どうしよう、エリーにしときますか。強いのかな、やっぱり。やるぞ。なんか、カードゲームばっかりやってるよな。出せるものないよな。くっそ、マジか、危な。いや、出せるもんがない。せーの。あ、待って。これ、縦横無尽に動けるんだ。いいぞ。出せるもんないよな。せーのかな。いや、出せないんだけど。せーの。甘い甘い。10か。9。K と9、7、4。出せないよね。あー、くっそ。7。出せないよな。せーの。あれ、もう出せるもんがない。何が来るかな？何が来るかな？くっそ、マジか。あっしゃ、勝った、勝った。一発で勝てましたね。なんだろう、エリーでやるときは調子がいいな。負けたよ。これをやるよ。また勝負しようぜ。封印攻撃 L1 解除を手に入れた。あれ、それって何でしたっけ？ギア用の装備じゃなかったっけ？あ、だよね。レベル1最強必殺技使用か。最強必殺技って何だっけ？ちょっとそれ装備してみましょうか。封印攻撃レベル1解除っていう名前なのか。気になるな。え、でも待って、次の戦いはもしかして海の中で戦うのかな。それであれば、まあ必要ないかな。このまま戦っていけるかな。わかんないけど。よし、じゃあまあ時間的にもキリがいいので、ちょっと一旦今回はこの辺で終わりにして、続きはまた次回やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。